すいません、いい年してはい、ざれごとたわごとよまいごとの MTF 熟女52歳の村田理香です。最近こんなこれダイソーで300円で売っていた抱き枕なのかな、こんなものって言い方もあれですけども、この程度のもので癒されている私がいます。ちょっと白いかな、ちょっと照度開けすぎたかな。はい、マイクの距離が30センチぐらいのところで、聞こえてますか。昨日は、3月23日土曜日の、酔いどれライブバーチャルスナックリカですね。映像がフリーズした時点で酔いどレディオ、フリーズスナック、パート1、2、3、4と、ご来店いただきまして、お付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。なんか白く飛んでるな、どうしよう、真っ白、下がればいいのかな、下がると今度声聞こえないですね。はい、昨日はどうもありがとう、僕も感謝してるよ。すいません。本当に最近この子になんか癒されちゃっている私なんですよ。しょうもないですね、52歳。はい。名前はまだありません、特に募集はしてません。名前はなくてもいいんだ、ミカちゃんがそばにいるからいいんだ。すいません、本当に今日全く内容がない感じのムービーですね。まあ、昨日の今日ということで、昨日で、第19日目の営業日だったんですね、そのバーチャルスナック理科。はい、まあ、なるべく毎週毎週土曜日10時からやっていきたいとは思うんですけれども、なかなかね、まあ、それで生業にしてるわけではないので。ある意味村田理香、まあ昨日もその、ライブ配信中でお話ししましたけれども、私の本業はAV 撮影モデルですから、ご依頼をいただいて、その対価が収益として、まあ簡単に言うと生活費として暮らしていけるので、まあ、それがままならないから、もう10年にわたってフリーターフリーランスでアルバイトをあれこれやってるっていう形で、まあ、夢追い人生活を継続中ですけれども、まあ、その村田理香と周知 AV なデートのライフワークに一つのそのプロパガンダの意味合いもあって、ライブ配信を行ってますので。まあ、あそこに出ている私が、まあ、お酒の力も入っているので、ありのまま度が半端ない状況だと思うんですね。はい、それに、まあ、こういった特定の動画とはまた違った形で、かなり長い時間あれこれとお話しする中で、私の人となりというのが本当ににじみ出ているものがライブ配信だと思うんですね。なのでそれで気に入ってくださる方がいらっしゃったら、そこでご縁があれば村田理香と周知 AV なデートをご活用いただければいいかなっていうふうに思ってますので、今週ももちろん、今週というか昨日終わったばっかりで、また今週、明日から月曜日ですから、月火水木金土とまた迎えたら、土曜日はまた来週あります。ただその後の週はないですよ。前回の昨日ではない、その前の酔いどれライブでもお伝えしているように、
3日間、13、14、15と温泉地の方に泊まり込みの形 の、 ロケ撮影がありますので、まあそこで調教されるんですよ、こう人妻がシチュエーション的に、でね、こう背徳感にこう葛藤しながらも、和の世界のちょっとテイストなんですけども、縄にこう少しずつ少しずつこう踏襲していってしまう、自分にこう溺れていってしまうというような多分流れだと思う。まあAV で金箔とか和風とかっていうキーワードで探せば山ほどそのシチュエーションは出てきてると思います。基本的に私のお誘い撮影デート、村田理香と周知 AV なデートの皆さんそれぞれのそのビジョンってあるじゃないですか、まあ、大抵誰かしら の、 AV 作品のオマージュだと思ってください。ほぼオリジナルっていうのは多分ないと思うんですよ。そもそも男の人のそういうねエロティズムってあるじゃないですか、世界観とか。それってやっぱりそういった現状 の、 AV なんかの、から刺激を受けて自分なりにこうアレンジというか、まあ、あるいはもうそのまま AV 作品 の、 男優さんの立場になれたら、でこういうふうに女優さんのリアクションがあったらもう本当に、我が生涯に一片の悔いなしっていう感じで昇天しちゃうんじゃないかっていう、なので、まあ、私は自分を別に落とすわけじゃないですけど、まあ、代用品で言えば代用品なのかもしれないですね。名の知れた有名どころの AV 女優じゃないですから、そもそも MTF 熟女なので女性器持ってませんから本当に代用になっちゃってると思うんですけれども、まあ、本当は一番いいのはそのまま本編のね有名な AV 女優さんをレンタルできて3時間でも4時間でも、そこでその作品の再現みたいな感じでオマージュで自分が慣れたら皆さんにとっては一番理想だと思うんですけどね。まあそれをもし叶えようとしたら100万あっても足りないと思いますよ、きっと。それがわずか2万5000円で私ですけどね、叶えられるというのはかなりリーズナブルじゃないかなというふうに思ってます。村田理香と周知 AV なデートのちょっとした今日は宣伝になってるかもしれませんけれども、まあ、昨日お疲れさんも含めてちょっと白飛びな映像ですけれども、今日撮ってみました。はい、はい、ということで今後もよろしくお願いします。短な今日ムービーです、はい、昨日もやたらとフリーズ度がやたら高かったので、まあ、止まってる間、映像が止まってる間もいろいろレディオですから音声では皆さんにこうねではあるんですけども、やっぱり動いてるリカちゃんがいいっていうところがやっぱりあるじゃないですか。動いてる方がいいよね、やっぱりね。僕もそう思うな、みんなもそう思うよねっていうふうにワンちゃんも言ってますので、はい、ちょっと動いてる私をちゃんと見せておかなきゃいけないかなと思いまして、ちょっと昨日皆さんに残念な思いさせちゃったなっていう、そのちょっとこう両親があったんですよ。なので確実にフリーズしない映像を撮りましたので、今時間的には何時だろう、4時半ですね、はい、今日昨日の今日24日4時半ですから、この後ちょっとちゃんとまあ下はこれですけどもね、下はこのプリーツなんですけれども、はい、このプリーツですね。上はさすがにこれが寒いので着ますけれども、はい、ちょっとお買い物行かなきゃいけないので、まあお買い物って言っても部屋干しトップ買いに行かなきゃいけないっていうだけの話なんですけど、あと箱ティーが切れてるという、まあ日用品の買い出しなんですね。ちょっと行かなきゃいけない。あとヒールのちょっと修理を出してるので、ヒールの修理を出し終わってふと気づいた私のこの経済観念のなさ、
確か3000ぐらいのヒールなんですけど、3000ぐらいの修理費でした。買えたじゃないのっていう、まあでも思い入れがあるというか、フィットしてるというかはい、そんな感じでお買い物行ってきます。なのでこの動画は今日夜の多分9時ぐらいとかには上げられるんじゃないかなと思ってますので、またこの1週間日曜日から今日始まって月火水木金土曜日の、バーチャルスナックリカ酔いどれ酔いどれライブ酔いどれディオまでこの動画で癒されてください、はい、ということでエンディングトークです、MTF 熟女、52歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。